はい、ちひこと川上千尋です。今日は、今回は、これ何なんか、ご飯食べに行ってくださいということで、難波のもうめっちゃ南の方に来ました。恵比寿町、恵比寿町みたいなところの方が近いかもしれないです。で、来たところが UI 亭というラーメン屋さんですね。なんかメニューがですね、ボクシング系、右ストレートとか、なにわのジョーとか、結構ボクシング系でした。すごいネーミングセンスが抜群で、見てるだけで楽しかったです。注文してますね、早速。何を頼んだのでしょうか。ちょっとなんかアットホームな空気感で居心地良かったです。なんかお一人様が多かった気がします、このお店。だから一人の方も入りやすいかもしれない。おすすめです。そう、でね、テーブル席だったんですけど、一人一つピッチャーありました。みんな結構喉乾くんですかね。なんかでかいサイズのピッチャーが一人一つあって、お得感を感じられました。私は両手で水を飲むタイプなんですかね。こうやって動画を見て初めて気づくことありますね。お、来ました。ちゃんとお礼言って、指についたやつ舐めて。私が頼んだのは右ストレートという、この UI 亭さんの醤油ラーメンの基本味のやつを頼みました。美味しそうですよね、これ。めっちゃ醤油の色が濃くて、見るからにもうすごい美味しそうでした。ネギをかき分けてラーメンをなんでかき分けたんや。私ね、ラーメンすするの苦手なんですよね。でも頑張ってすすろうとしてるので、この動画でその成長度合いを見てほしいです。めっちゃ熱々でした。目でか嫌ですね、今の。お箸、こうお箸についたスープとかね、結構美味しいんですよね。だから舐めちゃいますよね。美味しそう。美味しかったんです、本当に。この細麺っていうのめっちゃいいですよね。なんか細いか太いか、皆さんどっちが好きですか？私は0か100が好きなんです。なんか細ければ細いほど好きやし、太ければ太いほど好きみたいな。だからこの細ければ細い最上級みたいな麺は最高でした。美味しそう。熱くて口震えて、美味しそうですね。なんか食べ物を食べてたら普通リップ取れるんですけど、もうここのはラーメンのこう、なんていうんですか、いい油で唇潤いっぱなしでしたね。ほら、すするのうまくなってない？すごい、私って食べるときこんなキョロキョロしてるんや。お、チャーシューに手を出しました。これ切れる、お箸でこう持ち上げたら切れちゃうぐらい柔らかかったです。
一緒にね、一緒に食べるの美味しいですよ。メンマ行きましたね。メンマがすごい味変って感じで、食感がね他と違うので美味しかったです。またまたお箸舐めましたね。この水もねキンキンで、ラーメンとなんか反対って感じで美味しかった。ギャップですね、ギャップ萌え、まさにギャップ萌え。皆さんはどんなとこにギャップ萌えしますか？ちょっと一旦喋るのやめて、皆さんじっくり見てください。どうでしょう皆さん、じっくり見てこれ感想ぜひ欲しいですね。ちょっとさっきのチラッと見たやつ何やったんとか、なんでチラッと見たんでしょうね。ちゃんと自分映ってるかなっていう確認かな。だんだんラーメンも減ってきましたね。このラーメン熱々でめっちゃ美味しかったんですけど、これヒートテック着てるんですよ私。あのラーメン食べに行くと思ってなくてちょっと間違えましたね。すごい美味しそうなリラックスした表情して、すごい橋が止まってないですね、珍しい。相当美味しかったってことですね。このスープも飲んで、このスープがねまた色は濃いけど優しい味なんですよね。なんか温かみのある、まあ、リアルにあったかいんですけど、すごい温かい、心になんか染みる味でした。でこの店内の、周りに、周りっていうか壁にボクサーの方とかの
色紙、サイン色紙がすごい置いてあって、こうメニュー名もボクシング系だったんですけど、本当に愛されてる、そのボクサーの方とかから愛されてるお店なんだなって思いました。2014年にできたみたいなんですね、このお店。なんか2014年にできたのにめっちゃ愛されてましたもう年数なんて関係ないという感じですね。やっぱりこれはでもリピートしたくなる 味でしたね。いや、チャーシュー最後に残しちゃいますよね。わかりますか皆さん。汁をめっちゃ飲みます で、見つけたラーメンの切れ端を食べますそうですね、最後まで。ぜひ難波に来た際とかは行ってほしいですね。あ、ごちそうさまでした。最後お水を飲んで、結構飲みますね結構飲んでるな。もう最後まで飲み干して、終わりました